遅くなりましたが中継始めます。こちら玄殿前、県庁の隣にあります、今に雨降ってますけども、ああ来てますね。ちょっと少ないでしょうか。力の入った挨拶を目の前で聞くことができます。説明をいただきました。東京行った時にね、国会前なんかはでかい、まあ車自体ですけど、例のワゴン車でかいアップ積んでね、都市内に回ってるのを何度か目にして、います。その吉田さん、渋谷の例えばハチ公前なんかで演説やってると、おめえうるせえとかって言われることもまあまああるそうなんですけれども、じゃあもっとうるさくしてやろうって言って、でかいアップにして、怒鳴り返してやるんだって、言ってました。ちょっとね、私とタイプ違うんで話合わないと思うんですけども、まあ、陰ながら応援したい、頑張れよと言いたいし、私なりのやり方で、同じ主張をしたいとは思いました。ちょっと長くなってすみません。福島行ってきた報告であります。心は完全に慣れてたわけです。ありがとうございました。今日、鈴木さんが配った卵新聞にも報告が載っていたと思いますので、こちらも合わせて皆さんお読みいただければと思います。こういう福島の現状も知らない人が多いんだろうなって本当に思います。忘れちゃったんだろうかって思います。ちゃんと目をそらさずに、まあ、テレビ、新聞では報道されないことが多いですけれども、ちょっとそういうところに皆さん目を向けていただきたいと思います。じゃあ、あと一人、二人ぐらい。あ、父さん。福島に行ってきたことは、まあ、鈴木さんが細かく言ったんで、すみませんけれども、日本で戦争に負けたっていうことで、軍隊を持たないんだっていう憲法を作りましてね、それを解釈会見をやって、自衛隊を作りました。それだけじゃ飽き足らずに、解釈会見をやって、集団的自衛権を認めようっていう。で、関東軍の仕業を見ればね、一体が国民を守るってことないんですよ。国という体制を守るために戦争する。そのために軍隊がある。国民を救うような、ね、パネルを出して安倍晋三が説明しましたけど、そんなことは全くありえません。それで仮にですよ、国民を守るために軍隊があるんだからって言って、そこに予算をつぎ込むならばね、今現在福島で困っている人がたくさんいるんです。そういう人を守るために金を使うなら、私たちは文句を言わないです。それで税金が必要なら、もっと負担しようという気になりますよ。だけど、そんなことは必要なも考えていないんです。日本国民を守るためじゃなくて、アメリカの国益にかなうようなことのために、軍事予算を積み込んで死を流せと言ってるんです。ご苦労さん、どうも。ちょっとじゃないな、出が出てる、間違ってると思いませんか。だからこういうことをやる前に、日本国民である福島県の困っている人を助けるような、そういうために政治を変えるようにしようじゃございませんか。そら、かっこいいの、そら、かっこいいの、かっこいいの、うんちくん。ハイロッチ。ハイロッチくん。ハイロッチ。来週は、ハイロッチくん。あと、一人、たまさん。いぞ。どうしてるからどうか。頑張れ。
いいぞ、おい、頑張れ。5番でございます。うわすごい。さっきって原発の話も何も頭で考えてなかったので、突然のご指名をいただき恐縮でございます。一つ報告を簡単にさせていただきたいと思いますが、先日この時期なのになぜ海外に行くんだ、周りから怒られながら一泊二日でソウルに行ってきます。ソウルはこの6月に、韓国が統一自治体選挙があって、ソウルは脱原発を掲げる、いわゆる日本で言えば革新市長さんが一期目を取れるかどうかという、そういう選挙戦だったわけでありますけれども、このソウルの市長さんは原発1基分100万キロワットの熱電を売るということで、例えば市内のさまざまなポンプ場などは全部電気でやるのをやめて自然流化に直すであるとか、あるいは脱原発をしっかりと掲げてそれを市民に宣伝をしていくという、こういう立場の市長さん、それからもう一つは新自由主義に対抗するという立場もありまして、日本も同じですけども、今役所の職員の3割、4割は嘱託や臨時職員といういわゆる非正規雇用の職員の方が役所の事務を担ってますけれども、ここに公務職という新しい条例上の役職を作って全員正職員として役所で働く、こういう市長さんでもあります。この市長さんが2期目めでたく当選をしました。そういう中で脱原発の全国の運動から国会議員の方もいわゆる市民派議員ということで誕生して、そうした方々と意見交換をしてきたんですが、茨城は原子力の発祥の地だと、こういう話もしてきました。それからもちろん毎週金曜日にこの原電前で多くの志ある人々が集まって日本原電に抗議行動もしてるんです、こういう話もしました。東京と福島の間にある県で自分のところにも原発がある県だという話もしました。ぜひ向こうの議員さんもおっしゃってましたが、福島は来たことがあるそうです。そしてつぶさに原発事故というのは本当に多くの人々を苦しめるんだということも見てきたとおっしゃってました。それでその上で、あの狭い韓国の中に今24基原発が動いており、政府の計画ではさらに11基計画をして建設をしよう、そして今の朴政権はさらに4基増やして全部で狭い国土に30基以上も原発を作ろうとしている、これは事故を起こした日本の中で脱原発の運動と交流を深めて東アジア全体で脱原発の運動も進め、そして今政権が進めようとしている戦争のできる国づくりも味を作ろうと、こういうことで連帯を待ちましょうというメッセージがありました。皆さん一緒にこうしたアジアの平和を作る、脱原発の社会を作るという人々と一緒に力を合わせながら、この2周年を迎える原電茨城抗議アクションもより新たな視点も加えながら一緒に運動を進めていきましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。100回ばかりぐらいでましたが2周年か、7月の21日か8日か21日が1回目だったので、今日は何日18、今日は今日は2周年でいいかなと思います。はい、
周年まで続けたらいいのやら、早くこういう活動が本当はない方がいいんですけれども、原発の再稼働をやめさせる東海第二が廃炉になるまで、続けていきましょう。よろしくお願いします。今何分ですか？10分、12分。じゃあドラム隊の方コールをお願いしてもよろしいでしょうか？Thank you.
の大津さんが最初にスピーチしたときに、週間のさらにダンディーなおじさまがいらっしゃると言ってたんですが、小山先生の学習会の、告知、どうぞ前へ。大丈夫ですか？こんばんは。私初めて参加しました。でもみんな頑張ってる様子に感動しました。今日は、7月20日に行われる、岡山博史先生の講演会の PR にやってきました。午後2時から4時半まで、元の八郷町ですけども塩ヶ市中央公民館で、講演が行われます。もし時間大丈夫でしたらぜひ参加お願いしたいと思います。お願いします。せっかくだよ。いいんだよ。持って行きたい。やんとね。はい、じゃあテーマなんですが、放射能の影響とこれからのことという連帯で話してもらいます。で、岡山先生の講演の特徴なんですけど、講演会の途中でも、意見とか質問があれば、いつでも手を挙げて、やってもらえるというか話をしちゃって構わないということで、日頃はいろんな考えとか疑問を持って参加した方に非常にそういう意味ではいい、講演会になるんじゃないかなと思って、じゃあもう一人から変わります。同じく医療科から参加しました。毎日、何回かね参加したことなんですけど、今日は講演の誘いということと、もう一つ別の誘いがあるんですけど、せっかくなんで別の話をさせてもらいたいと思います。実はこの講演をやるにあたってはですね、医療科市と市の教育委員会の講演をもらったんですね。で、その時に出したみんなのタイトルとちょっと今配ってるタイトルが違うってんでね、落選をつけられたんです。あまりにもこれはちょっとセンセーショナルな内容だみたいなことで、こういう内容だと講演をプレゼンしかないみたいなね、そういう脅かしみたいなのもあったんですけど、実は西岡もね、比較的放射能が高いところで、小山さんたちともね、何回か話してるんですが、市の広報に今年の4月から市内の放射能の値を載せなくなったんですね。で、モニタリングポストの値だけは 0.07 というのは比較的低いね値を示してるんですけども、実際そのマークで測れば大体その3倍とかですね、2倍以上の値があるのに、そういうことを正式に正確に伝えない。で、やっぱりこうなんか闇から闇じゃないけども、市民の関心をどんどんねプラスの方向に今の行政はあるのかなというふうに思っています。ある意味で憤りを感じてるんですけども、この講演をねきっかけにして、また改めてもう一回測定をし直したりとかですね、行政に要求を出したりとかってことでやっていこうかというふうに考えています。よろしくお願いします。あと、ちょっと欲張りで、その後8月の9日に紹介で全然違うんですけど、食の選択っていう国際有機農業祭の映画の上映をやるんですけど、その案内チラシを持ってきましたので、関心のある方はぜひご覧ください。以上です。このまま告知の時間に、入らせていただきます。告知のあり方いらっしゃいましたら。来週のですね、金曜日、
そうね。聞くところによると、福島水道さんっていう、サミットの人ですか、前、サミットの道具やってて、今、現在、別な人がやってますけど、その方がたまたま水戸に来るということで、それで、この企業行動の連帯という意味で、参加したいという話がありました。ですから来週の金曜日はここにいらっしゃる方、ぜひ、引き続いて参加していただきたいというふうに思います。ちょっと関係ないですけども、戦争をさせない千人委員会というのが、全国で組織されているわけです。で、茨城県でも茨城県版の戦争をさせない千人委員会というものを、現在も5月の3日以降ですね、茨城県平和擁護委員会というのが中心になって、茨城県でも戦争させない県人委員会というのを、集めていこうという運動をやってます。で、私も、知り合いの人に会うたびに、その茨城県版の戦争させない県人委員会、これに入ってほしいということで、話をしていきます。そういう話がありましたら、やはり戦争反対ということで、参加していただきたいというふうに思います。はい、ですね、こちらは7月20日なんですけど、原発地元の未来を一緒に考えようということで、甲子園の朴春秋さん、関西学院大学の教授がお見えになって、東海村の中丸古見線で、あさって、同じになっていましたが、14時から、講演を開きます。主催は朴春秋さんのお話を聞く会ということで、朴先生は、原発が立地するところに住む人々の取材を丁寧になさっている方ですと。それでは原発が立地しているところに住む私たちが抱える悩みを共有し、原発を推進する人も反対する人も一緒になって東海村の未来について考える場が欲しいということで、この講演会を企画したそうです。で、ご都合がつく方はどうぞよろしくお願いします。告知ある方、行事のお知らせではないんですけれど、この間の13日に、八郷で、あったコースなので、この T シャツの販売をしてたんですね。その時11枚売れたんですけれど、でその時に脇で甘酒を売っている青年がいたんです。でその青年といろいろ話をしたら、何度かここを車で通ったことがあるそうです。でこちらの呼びかけを聞いて、なんか自分に言われてるようでドキッとしたと言ってました。でいろいろ話して大切なものだからということで、今度機会があったらぜひ参加したいと言ってましたが、私たちの訴えは車の人たちにも届いてると思いますので、諦めずにやっていきましょう。結構渋滞してたので、車の窓開けてきてる方もいらっしゃったと思うんですが、こちらからも積極的に呼びかけをしていきたいと思います。はい、始まった時にも言ったんですけど、茨城県の原子力安全対策委員会のワーキンググループの会合というのがあります。私たちがいっぱい、その県民がですね、
この東海第二原発の再稼働問題について注目しているということを交渉によってですね示す必要があると思っています。前回の会合にも、20人くらいしか集まらなかったものですから、今回はもっともっと集まってですね示したいと思います。22日火曜日1時までに前もって参加希望を出してない人はですね22日の1時までに水戸駅南のホテルレイクビューというところでやります。ぜひ参加してください。それからこのアクションのことですけど、金融行動のことを8月1日にはですね、お休みになります。なぜかというと黄金祭りっていうのがあるので、千箱の花火を25階でね見るたびにいっぱい人が来るんですけど、それでいろんなテレビ上の都合もあって、これまでもお休みにさせてもらってます。ただ現下では福原県では自粛やら取り出やらでは通常通りやると思いますので、そっちに行って参加、東京でもいいですけど、そういうふうにお願いしたいと思います。今日ね IBS ラジオをちょっと車で聞いてたんですけど、橋本勝さんあそこにいますね。でこの間審査が通った原発があるもんでちょっと記者会見をやったみたいですね。で橋本さんの肉声でちゃんと聞きましたけど、茨城県内の、水戸の方ですか、30県から外れる南の、町は同意を求める町に入らないそうです。はっきり言ってました。困ったもんです。みんなでなんとか審査東海大には通らないように頑張りましょう。ありがとうございました。ちょっと時間過ぎちゃったかなもしれないんですが、はい、雨もやりました。皆さん本当に素晴らしいなと思います。本当に、来週は、福島水戸さんがいらっしゃいますので、皆さんもぜひ、たくさんいらしていただければと思います。来週はこちらのコードをお願いしますのでいただければと思います。こんなところで今日の金曜コーディアクション終わりたいと思いますので、皆さんお気をつけてお帰りください。忙しいところ雨の中ありがとうございました。来ないようにお気をつけください。お疲れ様でした。すいません、どうも。